不思議の館へようこそ。心の準備はよろしいですか。それでは参りましょう。今日のお話はカオリン様からご投稿いただきました。カオリン様ありがとうございます。第39話キャバクラの階段1叩く音。カオリン様がお勤めになっていたお店での出来事です。キャバクラに行ったことがある方はご存知かと思いますが、お店の中には待機席があります。テーブルについていない女の子が呼ばれるまで待っている席なのですが、当時お店はにぎわっていました。そんな中、待機席に戻ってきた女の子3人が談笑しながら休憩をしていた時、はっきりと聞こえたのです。トントントンと叩く音。個室ではないのでドアはありません。ノックの音では決してありませんでした。その音は壁から聞こえたのです。しかもごく近い位置にある壁からでした。一瞬間を空けて、何今の音、そう彼女が言うと、隣に座っていた A 子さんが腕にしがみついて少し震えていました。その音を A 子さんも聞いていたのです。すると向かいにいた B 子さんは、こういう時騒いだ方がいいんだってとやたらと話し始めます。ですが彼女はその音の正体が気になって仕方ありません。彼女は壁の裏側へ行ってみました。壁の向こう側はトイレになっていましたから、そのドアをノックしてみます。でも明らかに音が違いました。待機席で A 子さんと B 子さんが聞いていましたが、やはり違うようです。次にトイレの中の壁を叩いてみました。これもまた違いました。さらにトイレの外の横壁を叩いてみても、ずっと小さく聞こえます。三人は首をかしげつつ、元の位置に座りました。試しに、と彼女は A 子さんの横にあった壁を叩いてみました。三人は一瞬身震いをしました。なぜならその音こそがさっき聞いた音そのものだったからです。そう、彼女たちのすぐ隣の壁を内側から叩いた音でした。いかがでしたでしょうか。
またのお越しをお待ちしております。